はい、皆さんこんにちは。株式会社トビアイドルの佐々木です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日は外光のエクステリアの門扉とオーバードアを取り付ける、ちょっと今現場に来てるんですけども、取り付けるにあたって今この裏にある後ろにあるこれコンクリートできてるんですかね、ブロックか、はい、でできてるこの今モンペイというのが、まあ、不要になるのでこれを解体するということですので、今日はその解体をご紹介していきたいと思います。今日は青さんとソン君としんちゃんで解体をちょっとしていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。せーの、ぶっとり。はい、そしたらじゃあこれを早速壊していきたいと思うんですけども、まあちょっと事前にこう電気の処理とかももう終えてありますね。じゃああとこれを壊すだけということなんですかね。そうです。じゃあ早速壊して、はい、いいですか。お願いします。わかりました。硬いっすね。これどうやって、ちょっと腰が足んない。腰が足んないですか。うん、こんなのみんな壊されてるんですか。はい、これだよ。あ、これね。はい。はい、解体とかですね、こういった機械で壊していきます。本当とても天ちゃん全然当たり前ですね。びくともしません。なんでこれで壊していきたいと。はい。で壊す順番なんですけど、こういうのはもう一気にこう下から。いや上から順々に壊していかないと。はい。あ、ダメなんですね。危ないですからね。下からやるとこうパタンと倒れていっちゃうんで、上から順々にちっちゃくちっちゃく刻んでいくように。わかりました。はい。上から。はい、すみません。こっちからちょっと壊していきたいと思います。おさん、今回なんか注意点とかってありますか？一応処理してるんですけど、まだ電気が生きてるので、はい、電気線は気をつけてもらって。あ、これってこの中にも入ってる？中に通ってるんで、まあ多分まっすぐ通ってると思うんですけど、この辺は途中で曲がってるかもしれないからガツガツいかないで少しずつ様子見ながら。わかりました。はい。はい、あと一応今回養生的なところっていうのは何か。一応今回ここ全部解体するので、はい、普段であれば守るところは養生するんですけど、はい、全部上から下まで壊すので、一応今回は養生なしでそのままやらさせてもらいます。なるほど。じゃあ早速ちょっとやっていこうかな。これを長袖です。長袖、はい、なんか暑いですよ青さん。暑い。長袖着ないと思います。破片が飛んできて怪我するので、基本現場は長袖です。あ、作業するときは長袖みたいですね。怪我をしないように。毛が生えてますけど、毛がしないように。じゃあこれを押せばいいですかね。そこが電源。はいはい。この辺から上からどんどん。じゃあやってみます。こんな感じでいいですか。どん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 。最初にファイルがポロポロ取れやすいんですけど、最初取っちゃってもいいんですか。取ってもいいですし、多分どっかで継ぎ目が出てくるかもしれないんで、そこめがけて。あ、わかりました。ちょっとタイルから壊す、ちょっとタイルの方から壊すやり方もあるということで、一回それをやってみたいと思います。こんなずっとダメだったらこう鉄拳があるから、すげえ青田に教えてもらったとこやったり簡単に取れました。鉄拳の上をやったら簡単でした。この鉄拳を狙っていくと剥がれて取れやすくなるんで、鉄拳の木を周りをどんどん攻めていく。はい、お昼ですかね。もうお昼。まだまだ。まだまだですか。まだまだ結構やってる。鉄球やりながら、もう変わってもらいたいと思いますこんな感じでちょっと解体を引き続き進めていきます。はい、怖そう。こんなさっきちっちゃかったですけど、もう解体すると2枚ぐらいの量になってます。僕の疲れも2倍です。張って終わった。とりあえず綺麗になりましたね。なんでそんな汗かいてるのもう音聞いてるだけで僕汗出ちゃいます。いやーすごい、あっという間にあれしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いや一時期僕がやってた時は今日終わるのかなと思いましたけど、さすが変わってからめちゃ早かったです。青さんすごいですね。ほんとこんな 1m ないぐらいのやつだったんですけど、見てください、トン袋もう満載になりますね。これ見てるもう眉間ですけど、見てる3倍ぐらいの量にやっぱ解体するとなるんですね。いやこれは大変です。で次回この土間の方も回収するということなんですけど、この次回もこれですか、これでやるんですか。これよりもっとサイズの大きいやつ。あ、もっと重たくなるんですか。これは壁用なんでなるべくちっちゃくて持ちやすいように、はい、この小型のやつ使ってるんですけど、持ちにくいですけどね。今度はもっと大きいでかいやつ使って、もっとでかいやつやるんですか、はい、でその時も僕もやる感じで、うん、今日のやり見てて、はい、いらないっていうのがよく分かったんで、次回はいいです。もう残念です。すごい残念です。こんなでっかいのなんてとても無理です僕。いやでも本当今日ありがとうございました。あっという間に引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。株式会社、飛び間は、この他にもインスタグラム、フェイスブック、LINE ビジネス、YouTube やってますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ孫くん今日もありがとう。最後またねで。はい。じゃあいきます。せーのまたねー。